道の駅シルクの町家屋は、京都府与佐郡与佐野町岳にある国道176号の道の駅である。2015年1月に、重点道の駅候補に選定された。レントサイクルがあり、特に、休暇や鉄道路線跡地を利用して作られている自転車道のサイクリングを体験観光コースとして推奨している。2011年3月に、 京都縦艦自動車道が宮津浜の橋立インターチェンジまで延伸し、山陰近畿自動車道と接続したことで、利用客数が激減。経営悪化により、2017年3月21日、休館が発表された。2017年6月10日、農産物直売所として再開した。館内の様子、地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。 国土交通省、2015年12月25日閲覧。京都、よさのの道の駅が休館へ立て感動開通で利用者、激減。京都新聞。 http://www.kyot.co.jp:/economy:/article:/2017-0321-000125-2017 o n p 年8月3日閲覧。かや生産物販売施設の再開について、よさの町岩田庁調観光交流課。2017年8月3日閲覧。ありがとうございます。